はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ぜんざいです。ディアブロヘルファイアの続きをプレイしていきたいと思います。次は地下制度の地下3階ですね。で、前回義足の少年ワートから、高額な武器ですねを購入したんで、これで楽に進めるようになると思うんですけども、これですね、ヒーリングが使えるスタッフで、ダメージも高くて命中率も高い武器ですね。で、チャージしないといけないですけど、村に帰ってきて、エイドリアさんにチャージしてもらうと、22回ヒーリングが使えるんで、これも使いながらですね。あと、ポーションも使いながら。よし、じゃあ行ってみましょう。はい、地下3階ですね。何もなし。なんだ、バイクロックス、新しい敵だ。遠距離じゃなかったら、何これ、気持ち悪い。何これ、フレッシュシング。モンスターっていうなんかクリーチャーみたいな。ホラーゲームに出てきそうな。あ、でも大丈夫だ。この武器があれば。さっきのバイク？バイク？待って、一回下がる。怖い。バイクロックス。ああ、でも大丈夫だ。よしよし。これ気持ち悪いな。あ、で、本がある。ナクルル。前回なんか名前出てきましたよね。ロングバトル。閉じ込められた生物の怒りの遠吠えでほとんど眠ることができない。それは自分をボイドに送ったものに対する怒りであり、自分をここに閉じ込めた私に対する汚い呪いの言葉である。その言葉は私の心を恐怖で満たすが、その声を遮断することはできない。この人が、この書いた人がそのナクルルを閉じ込めたってことですよね。あ、よいしょ。ちょっと開けてるな。いや、この武器買ってよかったかもしれない。危ない。命中率も高いから。あ、でもこのスタッフの。レジェンダリーとかユニークってあるのかな。欲しいですよね、もしあるんだとしたら。インフラビジョン。あんまり突っ込むとパス。
気持ち悪すぎるでしょこれ。バイオハザードになんかこんなのいたような気がするけど。いいアイテム出ない。ファイヤーボルト。あ、でも読めるかな。あ、読める。いや、魔法がね、レベルマイナス2になってるから。あ、それでもレベル3あるんだ。早くもタウンポータルまた出てほしいですね、本。何、みんなが集まるまで近寄ってこないってやつだ。あー、頭いいね。何もないんだよな。このダンジョン何もない部屋が多い。で、じゃあ今度こっちだ。壺もちゃんと割っていかないと。この回は楽かもしれない。追っかけなくていいから。ああ、結構減るね。シャープネス。まずいかもしれないぞ。痛い痛い、うん、一撃は痛いな。痛い。あ、このヒーリングポーション使っちゃおうか。じゃあ、あ、魔法
このスタッフのでもいいんだけど。あ、また本がある。よし。あ、え？地下4階。あ、デクスタリティのエリクサー。で、地下4階。いいね。なんかね、この敵、顔が二つあるせいか、右と左から、あの死ぬ時の叫び声が聞こえるっていうか、私の時間はすぐに尽きてしまう。悪魔を弱める方法を記録した書物を隠さなければならない。悪魔の手先が私の知識を使って主君を解放する方法。見つけないように、この日記を見つけた人が、その知識を求めてくれることを願っている。それがもしかしてこれかな？違うのかな？わわわわい。待って、痛い痛い痛い。危ない。それ待って、立て続けに食らったら死ぬな。魔法結構痛いからね。お、レベルアップ。やっぱ右と左から、ヘッドホンの右と左から声聞こえる。何もなし。あ、このノート3。
just what I was looking for. なんか喋ったな。これを集めれば、ナクルルを弱められるとか、ナクルルでももう出てんじゃないかな、この流れだと。これは数が多いぞ。危ない危ない。ちょっと危なかった今。うわぁ、あれ使おっか、このスタッフのヒーリング。よーし、これであと21回。なんか近寄ってこないな。スモールシールか。あ、ストレングスのエリクサー。いいアイテムが出ない。シール、白文字。Where would I put this? あ、持ってない。
元、復元されてる。トンノート。右クリックで読む。この巻物を見つけた者は、この壁の中に潜む悪魔のような生き物を止める責任がある。私の時代は終わった。今もその悪魔の手下たちは私が隠れている弱い扉を引っかいている。私は魔術で悪魔を操り、大きな壁の中に閉じ込めたが、それだけでは不十分だと思う。3つの魔導書にある呪文は正しい順序で唱えた場合にのみ、奴への領域への入り口を開く。レバーは障壁を取り除き、悪魔を解放する。それに触れてはならない。振りかな。呪文を使った後でなければ、奴の力は強大すぎて倒せないだろう。ちゃんとした順番で3つ唱えろって言ってますね。で、その後に解放しろと。その三つのそれがまだないですよね。マジックの液体。あ、これで全部か。4階。一旦帰ろっか。よし。で、一個使っちゃったんで、これチャージってどれぐらいするんだろう。1回ぐらいなら、No. I sense a soul in search of answers. あ、40円だ。今回ポーションもほとんど使わなかったし、てか使ってないんじゃないかな。Hello, my friend. Stay a while and listen. あ、いらない。What can I do for you? ああ、でも修理費はちょっと高いかな。てかこのグリズウォルドさんのプレミアムアイテム、
あ、いいの売ってるね。いいのあるな。あ、でも防具は、今着てるのがやっぱり、アミュレット、デクサニティプラス28。うわぁ、これいいなぁ、いいけど、買えない。デクサニティ80必要だ。はい、そうですね。では今回はこの辺で終了にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。